悪かったわね、こんなところに付き合ってもらって。いえいえ、調査研究のお手伝いも開発班の仕事ですから。ありがとう。この遺跡は調査実績がほとんどないの。だから一人で入るのは危険かと思って。あれ、この石板、これどこかで似たようなのを見たことあるな。そうね、私が預かって後で照合してみましょう。おっと、何かお宝でも見つけたかい、レイファーさん。どうしてここに。どうしてってご挨拶だな。これでも今日はちゃんと魔物退治の許可をもらってるんだぜ。こういう調査実績の少ない遺跡こそ俺っちみたいなトレジャーハンターの勘が役に立つんだ。本当ですか。もちろんよ。遺跡探検で重要なのは隠された部屋や通路を見落とさないこと。そういうとこにお宝が眠ってるからな。そして見え見えのトラップに引っかからないこと。今ゴゴゴゴって壁引っ込みましたよ。落ち着け。俺っちの経験によるとこういうのがきっかけで隠し部屋が出てくることが。あ、壁が。まさか隠し部屋。なんかすごい音が聞こえるぞ。みんな走れ。この役立たず。道を通り抜けてく風が知らない香りを運んでくる。街角に積もる寂しさ、手を繋いで空へと旅立ってく。雲に隠れた空の向こうに何かが待っているの。きっとそこに私の知らない世界が広がっているだから。ある日夢見たこことは違うどこか遠い場所を目指して、道の端を明日へとかけて、夜この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。どうだ、スリル満点だったろ。こんなスリルは願い下げよ。でもほら、あの入り口。この部屋。すごい壁画。初めて見たな。私もこんな規模の壁画は初めて見たわ。あ？こりゃなんだ？手帳ですね。でもこれ、今の時代のですよ。名前が書いてある。キース・グリフ。キース・おじさん。お邪魔します。どうぞ中に入って。一段と乱雑になってますね。ちょうどいいから部屋の整頓をしようかしら。え、まさかスレイヤさん、今日俺たちを呼んだのって。冗談よ。この前の遺跡のことをあなたたちに報告しようと思ってね。あそこで拾ったのは私の叔父キース・グリフが残した手帳だったの。おじさん？そうよ。叔父は錬金術師であり研究者でもあるの。各地の遺跡を回り調べ、時には破壊したりもする。破壊？それも彼の信条らしいのよ。当然中央から手配されてるわ。なんか
似たような人のお話を聞いたような気が。この手帳に書いてあったのは遺跡に関するメモだったわ。それを解読するうち、いろいろなことが分かってきたの。あの遺跡の壁画は私たちの前の時代の人々がなぜ滅びたのかを解き明かす大きな鍵よ。確かすごく進んだ錬金術の文明を持っていたんですよね。彼らの滅亡の原因には資源の枯渇や争いの末の自滅などの説があるけど、ここに描かれているのは多くの国が協力し合って遺跡を作っている姿。そしてその遺跡では枯れた大地に植物を増やす実験が行われていた。協力し合って大地に植物を増やす、素晴らしいじゃないですか。だけど前の時代の人々は滅びてしまった。それほどの文明を持った人々が協力し合ったのに、結局はね。叔父は私に何かを伝えたかったのかしら。人類はかつてどんな道をたどったのか、そしてこれからどういう道を進むのか。もっと情報が欲しいわ。まだ誰も入ったことのないような遺跡の未踏遺跡。そうね、あそこにはまだ誰も入ったことがない。きっと新しい発見がありますよ。私、あそこに行くのが夢だったんです。ああ、そうだったな。それ、他にも合う石板がないか、いろいろ探してるのよ。これも未踏遺跡に似ているような。はい、私もそう思います。未踏遺跡の上に女の子が、何の意味があるんでしょう。それもあの遺跡に行けば、わかるのかもしれないわね。私から開発班に正式な未踏遺跡の調査提案よ。マリオンに渡してね。はい、ありがとうございます。あ、マリオンさん、スレイヤさんから依頼を受けました。エスカちゃん、ロジック、今から緊急ミーティングよ。え？みんな揃ったな。早速だが、先ほど中央から連絡があった。来期には中央からこのコルセートに未踏遺跡の調査隊がやってくる。え、中央から。支部長、それって私たちはどうなるんですか。コルセート支部は調査隊に加わるんですか。我々が調査に参加するという連絡は来ていない。我々の仕事はその調査隊が来るまでの遺跡の保全、そして遺跡に近づく方法の確保、それだけだ。それってただの追払いってことじゃないですか。指示は追って私から出す。ミーティングは以上だ。本日は解散。そんな。マリオン。ただの中央の追払いなんて、私たちコルセイト支部の存在意義って何だったの。ロジー先輩、これさっき床に落ちてたんですけど。これはエスカが。エスカ、エスカ。お、珍しいな、雨か。おーい、エスカちゃん、雨宿りしていくか。どうしたんだ。デュークさん、エスカ見ませんでしたか。ああ、さっきそっちに歩いて行ったぞ。ありがとうございます。エスカを見なかったか。うん、エスカさんなら。エスカちゃんなら確かさっき。エスカ、なんでこんなところに。ちょっとここからの風景を見たくなって。でも残念。
エスカは母親のミリアが死んだ頃からよくあの遺跡を眺めるようになりました。どうして未踏遺跡に興味を持ったんでしょう。何か声が聞こえたとか。あらあら、そんなことはなかったと思います。エスカはいつもあそこに誰が住んでいるのだろうと言っていました。もしかしたら小さなあの子にとって未踏遺跡は母のミリアがいるかもしれない、そんな場所だったのかもしれません。もちろん今もそんなことを信じているわけではないでしょうけど。でもエスカは今も心からあそこに行きたいと夢見ている。ええ、未踏遺跡を見つめてる時のエスカの目はいつも子供みたいにキラキラしてたわ。そうね、夢を見続けている人っていつも輝いてるから。私の子供の頃からの夢なんです。いつかあの遺跡に行ってみたいって。あの時俺は初めてエスカに少し近づいた気がしたんだ。マリオンさん。はいはい、今度はロジ君ね。今度はどうせこれのことでしょ。スレイヤからの未踏遺跡調査依頼書。はい、それを受理してしまって俺たちで先に未踏遺跡を調査するんです。無理。なんでですか。説明してあげて。すでに中央から遺跡の調査は中央の到着を待てと指示が下っているんだ。つまり未踏遺跡の調査依頼は絶対に受理されません。そんなって、みんなも。はい、エスカを元気づけたくてね。いいアイディアだと思ったのですが。さっきはウィルベルとニオちゃんまでここに来て、エスカちゃんが熱を出したのは私のせいだの、夢を何とかしろだのとグダ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 文句言うし、まったく私が悔しがってないとでも思ってるの。できたわ。おお。って何ですか。中央への活動申請よ。私たち開発班は中央の調査隊のために未踏遺跡の保全と遺跡に近づく方法の確保を行う。中央の指示通りじゃないですか。ただの梅雨払いですよね。文面だけ見ればそうかもね。でも私たちはこの活動を行うのよ。文面以上にしっかりとね。もしかして近づく方法の確保ってことは、遺跡に近づく方法を開発して近づいても構わないってこと。その通り。そして遺跡の保全のためには、遺跡の内部に入って保全すべき対象を見極める必要もある。イエス。そうか、それなら中央の連中が来る前に俺たちコルセート支部で未踏遺跡を調査することも可能なんだ。中央の人たちの花を明かせます。あなたたちついこの前まで中央の人だったのに。あ、確かにそうですけど。でもいいのよ、私だって昔は中央で出世したいなんて思ってたわ。ま、とっくに諦めたし何の後悔もしてないけど。マリオン、私たち開発班で未踏遺跡を調査して中央を出し抜いてやりましょう。ああ。あれ、エスカさん遅いですね。あ、ちょっと熱出ちゃって。お大事に。遅くなりました。今日は休みじゃなかったんですか。はい、熱も下がったので。そうですか。支部長は昼食に出ていますが、出勤の届けは私の方で処理しておきます。ありがとうございます。開発案も誰もいないですよ。え、さっきの計画の最大の難関はあの支部長よ。支部長は。実はあの人以前は討伐班でバリバリのハンターだったらしいわ。私の先輩ですか。さっき書いた申請書を提出しても現場を知ってる上に申請書の読める人間を騙すのは無理なの。私たちの狙いが絶対にバレてしまうでしょうね。それじゃあ作戦は不可能ってことじゃないか。そうですよ支部長、昨日もマリオン班長がいくら反論しても聞く耳持たなかったじゃないですか。マリオン、残念です。
そんなことやってみなくちゃわからないだろう。ロジ君、支部長、お願いがあります。どうしたロジー君。これを受理してください。ここでか。はい、うん、いいだろう。これは活動申請か。うん、なるほど、よく書けている。マリオン君、君かね。あ、はい。これなら中央も許可を出す。ソウルが予算で突っ込むかもしれないが、私が言えば大丈夫だろう。それじゃダメだ。この申請を出して我々が調査に入ることができても、その後に中央の連中が来たら全てがバレてしまう。それでも、それでも俺たちがエスカが遺跡を調査することはできます。あいつの夢が。その後はどうなる。コルセイト支部は最悪潰されてしまうかもしれないんだぞ。分かったようだな。中央には調査隊に少しでも我々が参加できるように依頼を出しておく。いいね。潰れちまえばいいんじゃねえか、支部なんてよ。何？デューク？デュークさん。おい大将、コルセイト支部ってのはそもそも何のためにできたんだ。それはもちろん未踏遺跡の調査のためだろ。未踏遺跡の調査は支部全体の夢じゃねえか。それが叶わないのに支部だけ生き残って何の意味がある。だが支部はコルセイトの町を維持していくために。町の維持？何がおかしい。おかしいに決まってんじゃねえか。お前が町の維持だ。何老け込んじまってんだよ。俺たちは昔から夢に向かって一直線だったろうが。何を忘れたのかよ。俺たちが討伐犯をやってた頃、化け物倒しては毎日酒を飲んで夢ばっか話してたじゃねえか。未踏遺跡に行ってみて、あそこに化け物がいるなら戦ってみて、どんな奴がいるんだろう、どんな武器が効くんだろうってなあ。毎日朝まですっぱだかでよ。え、裸で。え、支部長。違う、誤解だ。裸は違うぞ。あれはこいつが無理やり酒を継ぐから。その勢いで毎晩女の子を連れ込んで。おお、黙らんかデューク。筋肉衰えたんじゃねえの。私はまだ現役だ。さっさと現場を引いたのはお前だろう。デスクワークでしぼんだか。お前こそ膝が震えているぞ。班長、店が壊れます。リンカ止めて。自分でもちょっと無理かも。ハウィ君、ロジ君。無理、あれ怪獣大戦争だ。筋肉ばかりも老いは平等だな。お前は脳みそが老けてんだよ。やめてください。ユキさん、支部長さん。おい、こんなに騒いだのはいつ以来。大丈夫か。まったくだ、お前は変わらんな。大将だって全然変わらんさ。そうか、何も変わらんか。なら支部が潰されてもまたどこかで討伐犯でもやればいいか。おうよ、お前がやるならいつでも付き合うぞ。この申請
中央に出しておくぞ、マリオン君。それじゃ支部長。ああ、私が許可する。水戸遺跡でもどこでも行きたいところへ行けばいい。調べたいところを調べればいい。どんなことがあっても私が責任を取る。水戸遺跡。エスカ、俺たち水戸遺跡に行ってもいいんだ。支部長が許可をくれたんだよ。もう平気ですよ、エスカ。マリオン班長がアイディアを考えたんですよ。それだけじゃないわ、ロジー君が支部長に進言してくれたからよ。いや、俺はただロジーさん。いや、その俺はみんなもありがとうございます。なんて言ってた？人はいらない。え？この世界に人はいらないって、そう言ってた。我慢できない、裏切る、嘘をつく、やると言ってやらない、決められない、手を取り合えない、頑張らない。人は曖昧すぎるの。だから人はいらない。諦めないで。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。